カール・ミレッカーは、オーストリアの作曲家、指揮者。ウィンナ・オペレッタの作曲家として著名で、古事記惑星とガスパローネの二つのオペレッタが特に知られる。ミレッカーの住居。1899年12月31日、ここで最後を迎えた1842年4月29日、ウィーンの金イク氏の息子として生まれる。幼少時から音楽の才能をお示し、 1855年に13歳でウィーン音楽院に入学し、ピアノ、音楽理論、フルートを学んだ。1858年にヨーゼフ・シュタット劇場楽団のフルート奏者となる。同劇場の指揮者、フランツ・フォンスペに認められ、彼の勧めを受けて1864年にグラーツのターリア劇場の指揮者となった。1866年、 ウィンに戻りアンデア・ウィーン劇場の指揮者となったが、同年のうちにハルモニー劇場に移る。1868年、ブダペストのドイツ劇場の指揮者となったが、翌1869年にアンデア・ウィーン劇場に戻り、以後1883年まで同劇場で指揮棒を振った。ミレッカーはウィンナ・オペレッタの黄金時代、いわゆる金の時代を牽引した。 作曲家の一人でスータのオペレッタを手掛けた。とりわけ1882年の古事記学生は空前の大ヒットとなり、現在でもその人気は衰えていない。ありがとうございます。